JRA70 周年の歴史で、ある快挙が。年間7000頭以上の競走馬が生まれる中、2019年世界ナンバーワンホースとなる馬が誕生。その名はイクイノックス。ラストランとなった2023年ジャパンカップを圧勝し、 G1 6連勝で有終の美を飾った。この勝利で獲得賞金が初の20億円超えとなり、アーモンドアイを抜いて歴代1位となった。そして2023年度ロンジンワールドベストレースホースランキングにおいて、日本馬史上最高となる135ポンドを獲得。名実ともに世界ナンバーワンの称号を手にした。日本の馬がそんな世界ナンバーワンに評価されるなんてことは、ね、もう考えられないじゃないですか。ああ、そうだね、日本の馬って強くなったんだなと思いました。感慨深いなんていう感じ、それでは一言じゃないけど、努力の賜物がそこに報われてきてるんじゃないですかね。これから本当にどんどん世界中を視野に入れてやっていくようになると思います。今や日本馬が世界のレースで活躍し、競馬界を席巻する時代となった。世界ナンバーワンの競走馬が誕生するまでには、数々の競走馬から引き継がれた血脈だけではなく、これまで培ってきた技術や希望が受け継がれている。イクイノックスが誕生するまでには、長年受け継がれてきた血統がある。サラブレッドの生産は、繁殖牝馬にどの種牡馬を種付けするのか、その配合を決めるところから始まる。多くの種牡馬が掲揚されている車台スタリオンステーション、かつてはノーザンテイストやサンデーサイレンス、そしてディープインパクトなど名だたる種牡馬も掲揚されていた。現在もおよそ30頭の種牡馬が名を連ね、日本の馬産をリードする存在。世界一の称号を手にしたイクイノックスの父、キタサンブラックもこの地で種牡馬生活を送っている。現役時は春秋の天皇賞、ジャパンカップ、有馬記念などを制覇し、 G17 勝を挙げ、後に懸賞馬にも輝いた。そんなキタサンブラックは北海道日高町の柳川牧場で生産された。その血統表には桜爆心王、桜豊王という日本競馬を彩った名馬の名も。その血を受け継ぐキタサンブラック、当時の印象はどうだったのか。現役時代だとか、ちょっとこう細くて背が高いっていうイメージだと思うんですけど、まあ、生まれた時は、そんなに目立ってこう背の高さとかこう 薄すぎるなっていうのはなかったですね。まあ、若干、そういうところは、あったかもしれないですけど、馬格としてはすごくいい形で生まれてますね。はい、日高町にあるブリーダーズスタリオンステーション。キタサンブラックの父、ブラックタイドはディープインパクトの前傾にあたり、現在は種牡馬として生活を送っている。キタサンブラックはブラックタイド産駒として初の G1 ホースとなった。
ブラックタイド、まあ、もちろん皆さんご存知の通りディープ の兄っていうことで、まあ種馬で戻ってきた時にすごく馬もすごくいい馬ですんでね、これは何かに配合したいなっていうので、その候補としてのブラックタイドっていう形で配合しましたね。まあうまくいったなっていう形なんですけども、たまたまと言われればたまたまなんですけども、名馬が出てきてくれて、あ、よかったなっていう印象ですね。年度代表馬として大きな期待を背負って種牡馬生活に入った北三ブラック。初年度は130頭の種付けを行ったが、産駒デビューまでは生産者から様子見された。それでもイクイノックスをはじめとする初年度産駒がデビューしたことにより、再び注目されることとなった。それまでの周りの評価がを考えると、いや本当嬉しかったですね。やっと来たと思って、なんか我慢してきた甲斐があったっていうか、すごい馬だなって改めて、このまま本当に毎年産駒活躍していってくれればいうことは何かないかなとは思いますね。多くの活躍馬を送り出したディープインパクトではなく、決して主流とは言えない兄ブラックタイドの貴重な産駒として活躍した北三ブラック。そしてその血統を受け継いだイクイノックスは世界ナンバーワンホースにまで上り詰めた。血統も重要だが、子供を産み育てる母馬にも大切な役目がある。繁殖牝馬の出産シーズンは1月から始まり、6月頃まで続く。総勢およそ800頭の繁殖牝馬が掲揚されている北海道安平町のノーザンファーム。2024年度は670頭以上の馬が誕生。出産に関しては、そうですね、昔よりも手をかけなくなったっていうか、しっかり見守ってお産をするっていうことと、あと生まれた後に心拍だとか呼吸数だとかをしっかり測って、問題ないのかということを確認しながらお産をするようになったというふうには思ってます。とにかく長い間放牧して基礎体力をつけてもらうっていうことを中心に、健康で丈夫な馬を育てるイヤリングのセクションに向けて健康な状態で送り出せるようにっていうことを考えて、いつも管理しています。全ての子馬に愛情が注がれる中、2019年3月イクイノックスも他の馬と同じく大きな期待とともに誕生した。母シャトーブランシュは社大ファーム時代から3代続く牝系。生涯成績は25戦4勝、2015年のマーメイドステークスで重賞制覇。その後生まれ故郷のノーザンファームに帰ってきた。イクイノックスをはじめ、これまで多くの馬を産み育ててきたシャトーブランシュ。人には従順だが、馬に対しては当たりが強く、群れの中ではボス的な存在。しかし母としては子供に優しく、お乳もよく飲ませる優等生。お母さんはそうですね、ちょっと厳しいところもあるんですけども、まあすごい綺麗な馬で、ちょっとね、作役とかしたりして、ちょっと馬房でね、よく作役するんで真似しなきゃいいななんて思ってたんですけども、そういうこと真似することもなく育ててくれましたね。特に横身が本当に綺麗で、もうちょっと幅が出たらきっとこの子はすごい子になるのかな、重賞の一つぐらい勝てるのかなと思ったら、とてつもない活躍をしてくれたんで、
まず本当に嬉しかったですね。生まれた当時は決して特別な存在ではなかったというイクイノックス。他の多くの馬たちと同じように競走馬としてのデビューに向けて次のステップへと進んでいった。誕生からおよそ半年、母馬と子馬にとっては辛い別れの季節が訪れる。子馬は競走馬としての鍛錬を積むため、母馬は来春の出産に備えるため子離れと呼ばれる日を迎える。昼夜問わず放牧させる夜間放牧でさらなる基礎体力をつけた子馬たち。母の元を離れ独り立ちした子馬はやがて順地と呼ばれる育成段階に進む。順地とはどのようなことをするのか。そうですね、規定からはまずハミをつけるところから始めるんですけども、ハミをつけてそれに慣れて指示を聞けるようになったら今度は鞍をつけてウォーキングマシーンだったりそういうことにも慣らしていって、ハミに慣れて口向きがある程度できてきたら今度はまたがったり、どんどん順地を進めていって今度はロンギ馬に出てブレーキングですね、実際に人がこう指示を出して動かす止めるっていうのを一つ一つ教えていきます。やっぱり人に対してこうマイナスな感情を持たないように、調教に対してこう馬が前向きな気持ちになれるようにっていうことをすごく意識していますね、はい、やっぱり僕たちが最後まで触るわけでもないですし、どんどん次のステージにこうバトンタッチしていくので、そのステージそのステージでやっぱりこう扱いやすい、レースでもこう従順さ操作性の高い馬っていうのを作れるように意識しています。実際にその調教をこなしてみて騎乗者に手応えはどうだったかとか、馬の息遣いだったり調教をこなした後のその馬の雰囲気ですね、そういうのを見ながら過負荷になりすぎてないか、逆に軽くなりすぎていないかっていうのを注意しながら、そこはこう毎日スタッフとも話し合いながら馬の状態を見ながらこう判断していくところになります。こうして2歳を迎える頃にはさらに本格的な調教が始まる。乗り運動から徐々にメニューを強化していき、それぞれの馬の特性や体の成長度合いを考慮しながら、やがて販路コースやトラックでの調教へと進んでいく。技術面だけでなく、調教時の自動計測を導入したトレーニング設備など育成分野も時代とともに進化し続けている。イクイノックスは育成の段階ではどんな様子だったのか。そうですね、入場してきてから冬を越すまではやっぱりこう体がどうしても薄かったので、春先にこう放牧をしながら調教を積んでようやく体重も維持できるようになって、ただ送り出す前としては基準のところには達しているなっていうところで、それでもやっぱりまだこうもう少し力強さっていうのは欲しいなと思っていたので、本当にこれから先良くなってくれるだろうなっていう段階で、あそこまですごく走るっていう手応えがあったわけではないんですけれども、はい、次にうまくバトンタッチはできたのかなと思います。こうして牧場を離れて2歳の夏に美穂トレーニングセンターに入級し、新たな一歩を踏み出したイクイノックス。誕生から順地育成と順調に育てられたイクイノックスはトレセン入級後にさらなるトレーニングで鍛えられ、早い時期からデビューを迎えることができた。スタートしました。
イクイノックスのデビュー戦は2021年8月の新潟。後に世界を驚かせる走りはまだ序章だった。先頭は2番のイクイノックス、ゴリジャックドール、イクイノックス合わせ馬に迫ってくる。3番のパンサラッサ、外から7番のイクイノックス、イクイノックス捉えた、ゴリ。3歳児天皇賞秋と有馬記念で父北さんブラックとの親子制覇を果たしたイクイノックスは古馬となってさらに進化を遂げる。先頭は快勝だ、イクイノックス圧勝でゴール。古馬初戦のドバイシーマクラシックでは父を彷彿とさせる鮮やかな逃げ切りで圧勝すると、宝塚記念、天皇賞秋、ジャパンカップと G1 6連勝。外から9番のジャスティンパレスが3番手から2番手、この内からスルーセブンシーズが襲いかかって2番手、しかし先頭はイクイノックスだ、ゴールイン。しかし先頭独走になった、ここはもう敵はいない。先頭7番イクイノックス連覇でゴールイン。そう詰めてこようとする、その後ゴールイン。引退レースとなったジャパンカップは日本の競争として初めてロンジンワールドベストレースで世界ナンバーワンのレースとして認められた。これが世界が憧れる実力です。2023年12月16日中山競馬場でイクイノックスの引退式が行われた。日本競馬が世界に誇る名馬イクイノックス、その最後の雄姿を目に焼き付けようと集まった多くのファンに見送られながらターフに別れを告げた。その後車台スタリオンステーションで種牡馬生活を送ることとなったイクイノックス。初年度で200頭近くの馬に種付けし順調なスタートを切った。うち初年度で種付けしたばっかりなんですけど、まあ、結構スムーズに種付けもこなしてくれて、無事乗り越えてたような感じです。種付けしてきた牝馬は本当に各牧場から本当にいい牝馬しかつけてないので、いい子供が生まれると思ってます。世界一の称号を手に故郷に帰ってきたイクイノックスは大きな期待を背負っている。本当にお父さんもお母さんも両方ともノーザンファームの、3代前から見れるような馬がいるもんですから、そういう歴史を感じますね。はい、いろいろでまた違うとこから出てきちゃったりするから競馬ってのは面白い。G1 未勝利のブラックタイドから G1 7勝を挙げた北サンブラックの誕生、そしてその子供イクイノックスは世界ナンバーワンホースにまで上り詰め、今や日本の競馬は世界のホースマンから大きな注目を集める存在となった。現在は父北サンブラックと同じ車台スタリオンステーションで種牡馬生活を送るイクイノックス。これからは父北サンブラックとも争いながら次の世代へその優れた血を伝えていく。名馬誕生、それはひとえに先人たちが積み重ねてきた努力の賜物でもある。この先も日本競馬の夢の道はさらにまた次の世代へとつながっていく。